中種町でこのほど熊毛地区で今年生産された一番茶の出来を競う品評会がありました。熊毛地区では日本一早い走り新茶の産地としてのブランド化を目指しており、例年3月下旬から一番茶の摘み取りが始まります。今年は66人の生産者から71点の一番茶が出品され、審査員が味や香り、色合いなどを真剣な表情で審査していました。熊毛地区での今年のお茶の生産は4番茶が摘み取られる8月上旬まで行われるということです。撮影は種子島のふるさと特派員西金夫さんでした。